北国新聞ニュースをお伝えします加賀漫才など金沢市内3カ所に伝わる伝承芸能が今月9日、片町キララ広場で初めて共演することになりましたこの共演会は金沢市が地域文化の継承を後押しするため開催しますこのうち金岩地区の悪魔払いは 大野港神社の夏祭りに奉納され般若や大きな天狗が太鼓に合わせて舞いますまた、二股・八坂踊りは栗から峠の合戦に由来する盆踊りで県の文化財に指定されています年賀を祝う加賀漫才はかつて旧家の祝い事で演じられ金沢市が文化財に指定していますコロナ禍のため 悪魔払いと二股矢坂踊りは2年連続加賀漫才も今年中止されました共演会は今月9日午後1時半から片町キララ広場で開かれ3つの芸能が初めて共演します金沢市文化財保護課の担当者は発表機会を設けることでコロナ禍でも 伝承芸能の継承意欲を維持していきたいと話しました開館10周年を記念した金沢市の鈴木大雪館の特別展が今日始まり西田喜太郎と大雪それぞれの筆による同じ前後の書が初めて同時に紹介されていますこの2点を所蔵しているのは 大雪の書が日本民芸館。鬼太郎の書は石川県西田鬼太郎記念哲学館で。両方の施設と交流協定を結んでいる縁で展示が実現しました。二人が別々にしたためた同じ前後を大雪は著書の無心ということで取り上げています。その前後は。竹の葉が風にそよいで影が石段に映っても。 地上の塵は動かず、月光が水の底を照らしても穴は開かないという意味を表しています今回の特別展では、2人の書から筆使いや余白の使い方などを見比べることができます鈴木大雪館の開館10周年特別展、水に後なしは12月12日まで開かれています 金魚をテーマに金沢21世紀美術館で開かれているアートアクアリウム展の来場者数が昨日2万人を突破しました。日本で親しまれてきた金魚をテーマにしたアートアクアリウム展は、イベントが誕生して15周年になります。北国新聞社や展覧会の実行委員会が主催した15周年記念祭は、 会期十四日目になった昨日、来場者が延べ二万七百五十七人に達しました。会場には北陸に初めて登場した十一点の作品をはじめ。江戸の花街を彷彿させる巨大水槽や。伝統工芸と融合した多彩な展示が並んでいます。アートアクアリウム展は今月十四日まで。 金沢21世紀美術館で開かれていますつばた町役場の北側に作られた新しい駐車場が今日から利用できますこの駐車場はつばた町が旧役場庁舎の跡地に作り大庁舎用の駐車スペースはこれまでの101台から154台に増え 障害者などの専用駐車スペースも3台増えて4台になりましたまた町役場を訪れた人は新しい駐車場側の出入口や庁舎の外壁に沿って設けられた全長76メートルの屋根付き歩道を利用できるようになり利便性が高まりましたつばた町はこの駐車場の整備に合わせて 役場の敷地内にあるリサイクルエコステーションの駐車スペースもゆとりのある広さにしました。駐車場整備などを含めた役場新庁舎の走行時費はおよそ三十五億円になる見込みです。金沢市の農産物ブランド金沢育ちの一つシュート大根の出荷が始まり、今日から店頭に並んでいます。 秋冬大根はキメの細かい白い肌が特徴で、JA 金沢市によりますと、今シーズンは安原地区などの農家44件が50.6ヘクタールで作付けしています。金沢市下安原町の JA 金沢市先内収縮課場には、昨日、今シーズン初めて生産者が秋冬大根を持ち込みました。 秋冬大根は台風や雨の影響が懸念されましたが、品質はよく、来月中旬までに3410トンの出荷を見込んでいます。今日、競りにかけられた秋冬大根は市内のスーパーなどに並んでいます。秋の全国交通安全運動最終日の昨日、金沢市の米丸地区で、 町会連合会のメンバーや警察官などが安全運転を呼びかけましたこのキャンペーンは薬な青き通り起点前で行われ米丸高科町会連合会の会員や金沢西警察署の署員街頭交通推進隊の隊員などおよそ40人が参加しました 交通ルール守ろうなどと書かれたプラカードを持った参加者は通りかかった車の運転席から見えるように歩道に立ち安全運転を呼びかけました。